い、サニちゃんです。今回はですね、緊急企画です。実は本日注文していた商品が中国から届きました、ね、ですので、サニちゃんは今度は何を買ったのということで、ざっくりですが購入品をご紹介していきます。それではスタート。こんな感じでですね、ちょっとお箱ベコベコな感じなんですけど、中身がねちょっと心配になりました。はい、一つ目がですね、サニーラビットファミリー、うさぎさんですね。こんな感じのサニー家族のうさぎさんになりますね。これもう箱べっこりいってました。これこれだけへこんでるとですね、心置きなく開けることができますので、開けますよこれは。次はこちら、メイプルドッグファミリー、ワンちゃんですね。昔出ていたねワンちゃんにもすごく似てはいるんですけれども、こんな感じ。そして3つ目、こちらもねちょっと箱べこっていってますけど、フローラルキャットファミリーですね。猫ちゃんになります。かわいいです。この子ねとってもかわいいので、実は、この子は2箱買いましたね。とってもかわいい。はい、続いて2つ目の段ボールに入っていた子たちになりますね。この子もですね、箱こんな感じでべっこりいってました。はい、ですね、これはですね、キャットシスターウィズオーブンセットと書いてあるんですけど、この女の子がですね、デボン猫かな、うん、デボン猫の女の子なんですけど、デボン猫っていうファミリーがいるんですけど、デボン猫ファミリーのセットの中にはですね、お姉さんが入っていなくてですね、この子だけこんな感じで家具と一緒にね、いわゆる別売りになっていたので、今回は買いました。ちょっとねベージュみたいな感じの猫ではあるんですよね、うん、はい。そしてこの子ですね、アップルウッドマウス、アップルドマウスの、まあ、女の子が入っているこの机とねセットになってるタイプになりまして、このパッケージ自体はですね、これが、まあ、中国版のパッケージになりますね。で、先ほどまで紹介していたのは、まあ、いわゆる海外版っていう感じで、みんな同じパッケージだったと思うんですけど、これはですね中国版のこういったパッケージになってて、ここに日本語がね入ってます。女の子家具セットになってます。はい、そしてこちらが最後ですね、リビングルームセットなんですけど、これもですね、このフローラルキャットの女の子ね、この子が欲しかったので、これはね家具のセット自体は、まあ、日本でもね売ってるセットと一緒なんですけれども、この女の子が欲しかったので、購入しました。こちらのフローラルキャットの女の子はですね、先ほどのこちらですね、フローラルキャットファミリーの女の子になるわけですね。こんな感じで4人家族になるわけなんですけど、なので、まあ、この家具セットがねついてるんですけども、購入しましたよっていうことになります。このねフローラルキャットっていうのはですね、まあ、正直シルク猫さんに似てますよ、うん、ただですね、なんだろう、お顔の周りにこうね、口の周りのモフモフが、シルク猫さんは確か白くこうふわっとモフモフがあったかと思うんですけど、この子たちはないんですね。なので、全くない感じにはなってます。で、今回ですね、どうして輸入ねしたのって話なんですけれども、2年前にですね、シルバニアファミリーの専門店の森のお家に遊びに行った時にですね、こういったですね、グレイキャットファミリーですとか、こちらマウスファミリーですね、アップルウッドマウスかな、アップルウッドマウスファミリーですとか、こういったのをですね、見つけて購入したんですよ。で、他にもブラウン犬とか、他にもね、いろいろあったんですけど、で、それから何回かね、森のうちに行くたびに、まあ、ちょっと探してはいたんですけど、あれ、見当たらないなってなったんで、いや、そろそろ取り寄せしとこうかなって、ちょっと思いまして、今回ね、購入しました。こういうシリーズっていうのは、いわゆるまあ、イージーバイシリーズとか、イージーバイエディションって呼ばれてるみたいなんですけども、4人ファミリーがあんまりね、販売されてない地域向けに、まあ、こういった3人家族のものを販売しているようなんですね、どうやら。はい、そうなんです。なので、またね、日本の森のうちにもですね、入れてほしいなと思うんですよ。とっても可愛いので。はい、ということでですね、トータルで今回は7つ購入しましたので、ご紹介をいたしました。まだですね、実は届いてないお荷物があるんですよ。
で同じ日にですね買い物したので、本当は同じぐらいに届かなくちゃいけないはずなんですけれども、まあ、国際貨物あるあるでですね、どこかねちょっとわかんないところに行ってしまったのかもしれなくてですねまた届いたらですね、ぜひぜひ、ご紹介させていただこうかなと思いますので、それではサニーちゃんでした。バイバーイ。